はいどうも、伊藤 D です。今回パート27ですね、早速やっていきたいと思います。でですね、今火曜日になりまして、深夜1時を回ったところです。でですね、ちょっと今日はなぜ深夜に撮ってるかと申しますと、ちょっとね、前回というか先週ニコ生で、あるダンジョンをやったんですよ。それがですね、こちら火曜ダンジョンの超級です。はい。で、火曜ダンジョンの超級をやったんですけど、まあそのフレンドとか、ね、視聴者の皆さんの力を借りたんですけど、クリアできなかったとクリアできなかったと、いうことですね。ちょっとまずこちらにリベンジしたいと思います。はい。で、前回戦ったので相手の戦略は分かってはいるんですが、ちょっとこっちも作戦を考えてみました。はい。じゃあまずちょっと選びます。で、フレンドで前回こちら覚醒ゼウスをですね使って挑んだんですけど、体力不足で負けたと。でですね、今回はまあ同じゼウスを使わせていただきます。はい、こちら使わせていただきます。でですね、今回のパーティーは光一色です。で、リーダーをこちらですね、シェンの先行の力、こちらで攻撃力を倍にして、さらに、ゼウスの3倍と合わせて6倍、こちらを使って、守っちゃダメだと、守っちゃダメだ、攻めろと。だから最後虹の番人ですね。で、虹の番人になる前に、ゼウスのあのラースオブゴッドのスキルを貯めつつで、虹の番人で一気に攻撃される前に攻撃して倒すとっていう作戦でいきたいと思います。はい。まあ厳しいんですけどね。そして、見てもらったら分かる通り、我が第二の相棒バーチェですね。バーチェがレベル最大です。はい。ここの道中で手に入る、光の番人、そちらをゲットうまくすることができれば、この動画の最後にバーチェが進化します。はい。まあ最高の流れですね。まずバーチェの進化である光の番人ゲットで、虹の番人を倒して、まあ虹の番人ゲットできればなおさらいいんですが、虹の番人ゲットして、そうですね、そんな感じで、まあうまくつながれば最後にバーチが進化して、こう一見落着みたいな一見落着ってできるんでね。まあただね、この深夜1時なんですけど、これでもし負けても朝やります一回寝て朝スタミナ溜まってからもう一回やります。はい。なんで、まあ、チャンスは2回だと思っていきたいと思います。まあでもこの回で一気に倒すんで、皆さんぜひ見ててください。よろしくお願いします。スタート。来たぞ。結構ね、この道中で負けたら一番もうなんだろう、動画的にもうないんだよこの動画でね、ちょっとね、もうボンミスは避けたい。本当にボンミスは避けていきたい。よしよし、このね、体力は満タンの時にやばいな。光がない。体力が満タンの時にいろいろしたいんだけど、これ危ない。光、あーやばい。あーない。これは危ないよね。これは危ないパターン。これは危ないパターン。とりあえず光を消しつつ、ちょっと回復も入れてだな。よし、これで1体ぐらい。あー、ここで、微妙だな。どうだ。いや、うまくね、まあバトル後しかないんで、ちょっとね、本当にとりあえず虹の番人には行きたい。やばい。よし、これで、どうすかな。どうだ。体力マックス行きたいな。ここ突破したい。失敗したな。3なんだ。1段目で攻撃してくるね。じゃあこいつ狙っとくか。とりあえず
狙いつつ一旦で落とせるかな。あーくそ、マジか、やべ失敗、これは失敗。待て、こいつ狙いさ変えて、やばい、よし、とりあえず闇のやつは落ちたべ。危ない、とりあえず回復は必須、回復は必須。絶対まずここで負けたら元も子もないからね。待てよ、光でジャブを打ってはおきたい。でなおかつ回復もしつつ、あーまあでも一回は耐えるでしょ。よしよしよし、オッケーオッケー、これでいい、これで。でどうすかな、まあまだ26ターンか。次の光の番人でターン数を稼ぎたいんで、ここはまあとりあえずは、まあ、突破がまず優先。いやーくそ、体力が、あでもこれで回復しつつ光でいけそうな気がする。いけるかな、よし行ってみよう。よしこれでマックスいくか、あ行かないか、まあいいやまあいいや、ここでここが大事なの、ここでいかに光のスキルを貯めるか、光っていうかゴッドとかね、ゼウスのスキルを貯めるか、ここだね。じゃあちょっとここはうまくいってればカットしてターン数稼ぎたいと思うんで、はい、ここから加速使うかもしれません、お願いします。よし来てるね、来てる来てる、あと2ターンでしょ、ってことはあと2ターン後だから次1回動かしての、よしこれでここで決めればいいんだ。体力を回復しつつの万人撃破、よしそれでそのシナリオでいきましょう。これで落ちるかな、これで落ちてくれ、よし OK 完璧完璧完璧、来た来た来た、理想通り、よしこれでまずはラースオブゴッド切ってる、光の番人ゲットでしょして、今ラースオブゴッド打って、なおかつまあどんどん攻撃系のスキルを加えていきつつの4ターンか、4ターンのうちに倒す、来たね来たね、よしこれだよこの戦い、よし行きます。よしこれどれくらい、
あ、うわマジか、微妙だな。待てよ、焦るな。でバーチェで光のドロップに変えます。よし、ここまで、ここまではいいぞ。よし、集中集中集中。光をちょっと残し、あ、やべ、使っちゃってるけどまだ光来てる。オッケーオッケー。どうよ、いけるだろこれ。来た来た来た、攻め勝つぞ攻め勝つぞ攻め勝つぞ俺。よし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 、行きます。おお緊張する。光を消しつつ、オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、これで光がまだ来てる。来た来た来た、もらったべ。よし、あと1ターン来た。光はまだ消せる、あとはコンボをつなげて確実に落とす。いけるいけるいける、焦るなよ焦るな俺。よしよしよし、落ち着け。勝ち数字はどこだ。光を持っての、見えた見えたぞ見えたぞ見えた、行くぞ。あっと間違えた、ちょっと待って、あー間違えた、大丈夫か。あーやばい、どうだどうだ。よし、しゃー、危ねー、しゃー、危ねー、切った。よし、危ねー、皆さんやったニコ生、あの、先週のニコ生を見てくれた皆さん、やりました、今。ね、前回は、守って、ね、なお、さらに負けてしまうっていう集体を晒し、もう、戦い方を変えて、しかもこの間出た、そのみんなにゴミと言われた、あのシェンロンをリーダーにして、なおかつ相棒も入れてですよ。危ねえ、来た。おはようございます。もう皆さんのおかげです、本当に。よっしゃ！これで、あ、しかも虹の番人ゲットしたよね。なんか、確定ではないよね、これゲットするのは。そこを確定じゃなくてゲットした。これ最高のパターン。しかも、魔法石1個ゲット。光の番人、しかもやった！これ、マジっす。で、虹の番人が確か、あの、ゴーレム系の、今持ってるやつだったらゴーレム系の進化に使うんですよ。よし、で、いやもちろん友情ポイントありがとうございます。皆さん見せれますよ進化、進化合成バーチェ。うわーバーチェ進化する、第2の相棒バーチェですよ。アルカディアス、別名アリカディアス、今から進化させたいと思います。なんかコメントで見てました、神になるとこいつはってことなんで、神進化バーチェ強くなれ。くわー、なに、どんな感じ、どんな感じ。うわめっちゃかっけーめっちゃかっけー。はい、あとはどんな感じ。うわ天空の騎士バーチェ、神だ、本当だ神になった。闇ドロップを、おん、神への祈り、神タイプの攻撃力が2倍になる。あー、リーダースキルが変わった感じか。うわ切った、バーチェ最終進化かこれ。はい、進化しました。これはうまい、うまいことずくめ。まあそしてあとですね、こちらブラッキーがいますが、こちらのフレンドで、ケンさんっていう、アルファベットでケンさんの方がっていう方が、くれました。フレンドですね、プレゼントくれました、ありがとうございます。はい、あとですね、フレンドの方も、前回のあのフレンド全交代から、一夜を待たずして、じゃじゃんと50人、フレンドの伊藤 D 企画支援と書いてくれて、申請していただきました。本当にありがとうございます。はい、で今ちょうど50人、あの
満員になっちゃったんで申請の方が、遅れない状況となっております。はい、もし何かありましたら、フレンド枠拡張とか、することがあるかもしれないので、その時は、フレンド申請の方よろしくお願いします。よっしゃ、マジか、やったぜ。まあね、今回はもうここまでということで、虹の番人をクリアするっていうね、もうその目標だけでこの27パートをやろうと思ってたんで、はい、ここまでとさせていただきます。よっしゃ、どうすっかな。あとそうだ、まあ、本日ですね、もう火曜日、4月16日に、ニコ生で、また出演します。はい、今日何しようかな。いや、本来はそっちで虹の番人やろうと思ったんですけど、ちょっと前倒しでやっちゃいました。何しようかな、ちょっと分かんないですけど、それまでに考えておきたいと思います。21時をまた前回と同様21時を予定してますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。あー、よかった。いや、本当によかった。もう想像通り、想定通り、もう矢神ライトだもう。俺はもう矢神ライトだ。よし、まあっていう茶番は置いときまして、ここまで見てくださってありがとうございました。ぜひ次回パート28も、ぜひご視聴ください。よろしくお願いいたします。とでは、神ゲットバーチェー。